皆さんこんばんは沖縄支局キャスターのボギーテドコンでございます本日はミサキシャン休養のためにお休みとなりまして私一人で本日はお送りさせていただきます沖縄の声 さあて、この南の島沖縄、まあ、何かと騒がしい日々が続いておりまして、まあ、特に最近はこのオスプレイの飛行再開ということでございまして、まあ、普天間基地の周囲にまた訳のわからぬ地味猛量が湧いているというそういった情報も入っております。 近々、まあ、そういったの、えー、の浅ままましいい姿をでですす。ね、ま、た皆様の方にお伝えできればなと思います、まあ、ちなみに私はあの抗議活動を全面的に否定しているわけではなく、まあ、ヤンキーゴーホームギャラーリーそしてファックなんやとかそういった下劣な言葉で、えー、アメリカ人やその家族に憎悪をぶつけるような人たちを、えー、非常に私は軽蔑しているわけでございます。 ですから全ての反基地運動を全面否定しているわけではないので、まあ、誤解なきようにお願いをしたいと思いますしまた反基地運動をしている方々には魔法にのっとった法の範囲内でそして人として恥ずかしくない反基地運動をねやっていただければなと思っております。さててここからははいいいつものコーナーナ行ってみたいと思いますす普段は美咲ちゃんんがやるんですけどね では、いきます。今週のナビーちゃんでございます。では、フリップをご覧ください。ドンはい、ということで、いやー、見事に溶けていますね。 まあ、我が、えー、毛深きも愛しく灼熱の吐息を吐くナビーちゃんなんですけど、まあ、最近ちょっと張り切りすぎて肉球痛めたんですが、まあ、肉球クリームを塗ったら、まあ、2日3日ぐらいで良くなりまして、えー、公園の方に行ってねまたちょいとフリスビーの練習をしたらこのように、まあ、地面に溶けてしまったということでございましてまあ 3年ちょっと前にはね番組の中でこのぐらいの大きさですごい可愛かったんですけどいつの間にか巨大化してしまいまして現在は体重が1 8キロということでございますではこちらから真面目にいつものコーナー行ってみたいと思います。今週のの自自衛衛隊、隊フリップをご覧ください。はい、この方ははこ方陸上自衛隊那覇中屯地に、 展示されておりますこの緊急患者空輸と不発弾処理の累計の掲示板なんですけどまずこの方ですねこれがあ令和6年、はい、そして3月18日現在の数字でございます緊急患者空輸が1万425件不発弾処理が3万9836件 さて、これが今年の1月2日からどれだけ増えたかと言いますとまずこの緊急患者空輸なんですが1月2日から数えましてプラス49件そして不発弾処理の方が1月2日から数えますと104件の、えー 処理実績となっておりますそしてこの回数が増えるにつれ不発弾のトン数も増えまして現在今年に入って2トンの不発弾が回収されているということで普通乗用車2台分の不発弾が回収されているということですからこれがね爆発したらやっぱり本当に大変なことになるんですがそれを命を懸けてこうして処理していただいている。 そして風の強い日や夜間でもこの沖縄本島が飛び立って周辺離島から休館を運んでくれるもしくは沖縄本島の北部など車がだと時間がかかるところから運んでいただいて命を救っているこういった自衛隊の方々の頑張りというのはあまり沖縄のメディアでは報道されることはございません。自衛隊に とって好意的な報道はやらないという、まあ、労使協定が存在すると言われているこの沖縄あまりにもこれアンフェアだと思いますが私たちはこれからもこうした自衛隊の頑張りを多くの国民に伝えていきたいと思っております。自衛隊のの皆様誠ににあありがととうございますすさて今日はここからですね非常にちょっとあの 中国、まあ、中共にとっては、すすごい、ね、あの痛いいい痛話をちょっととやりたいと思います、はい、これ、実はね、台北中央社さんの記事なんですけど、米軍の特殊部隊、台湾に配備、米メディア報道、国防省、軍は友好的な国と交流ということでございまして、いや、これ、どこの国にとっても当然のことですよね。 さて、記事をねちょっと見てみたいと思いますけど、まあ、米軍の特殊部隊の退役軍人らが運営するメディアが実はあるんですよね。はい、これはソーフレップと書いてありますけど「アメリカと台湾で重要な軍事協力を開始しており米軍特殊部隊を台湾に配備して継続的な訓練を実施している」と報道したと。 ということなんですよねさてそういった中でこの軍事協力について軍用マイクロ無人航空機ブラックホーネットナノというものをね、はい、あるらしいんですけどそれを扱う台湾の特殊部隊の訓練を米軍の特殊部隊が支援しているということでございます。さてこのブラックホーネットという小さなね 特殊な航空機なんですけどこれは訓練をすると約20分ほどで操作することが可能なんとカメラがこの1台につき3つついていて1つは前方もう1つは真下そしてもう1つは45度で斜め下を向いているということ最高速度は21キロ。人の歩く スピードどころか走るスピードよりはるかに速い速度で約20分の飛行が可能になっているというものなんですよねさてこれがブラックホーネットなのという形なんですけどこれだけ見ますとまあ小さなねヘリコプターかななんて思ってしまいます実際の大きさっていうのはね私これ写真を見て驚いたんですけど はい、この米軍兵士がこの右手に持っているのがはい、これブラックホーネットというね小さな航空機なんですよ。ほんあに手のひらに乗るぐらいな小さなものなんですけど、まあ、これを使って何をするかと言いますとやはり最前線でまあ敵上のまあ偵察ということになるんでしょうね。まあ、これが、あの、 すごいね、また一台あたりいい値段もするということでございまして、まあ一人のね兵士の命に比べれば、私はこれはねあのやはり米軍としてもコストをかけてもやっぱり構わないというふうに思ってるんだろうなというふうにね私はあの思っております。まあ、こういった小さなねまあ、ラジコンのようなものは日本が元々はねすごい得意な分野だったと。 思いますけど、ぜひね、これはあの日本も、えー、持てる技術をね結集して、えー、このようなものをね制作してもいいのではないでしょうか。まあ、兵士を一人やはりね育てていくには、えー、すごいやっぱりコストがかかると思います。時間もかかります。そういったあの兵士の損失をねあの極力やっぱ抑えるために。 敵情をきちんと把握するというのは大事なことですし、まあ、そのためにこのような小さなマイクロホーネットのようなものを使い、まあ、音がしないそして時間も結構長く飛べる相手にも気づかれにくい、まあ、そういったもので、まあ、敵がどこに隠れているのかっていうことをきちんとやっぱり、ね、把握するというのは大事なことかな、まあ、そういったものをね米軍は積極的に導入をしているということなんですけどまあ 我が日本はどうでしょうかまあドローンに使った、まあ、戦闘やねこういったマイクロホーネットに準じた小型無線操縦機を使った偵察などもですねやっぱりどん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 私は日本は持てる技術を、ね、結集してやっていってもいいんじゃないかなというふうに思っております。さてててこれに対しし一番大やけどをいるのが 中国というか、まあ、中共なんですよね中,共、はい、中国共産党政府なんですけどこういったことを、ね、発信しております。トンはいこれ CRI という、ね、中国の政府系のニュース機関なんですけどこれ「国防部台湾独立への容認と支援は最後には苦渋をなめると言って」 えー、かななり脅迫的なことを言っています、はい、アメリカに対し中国の台湾地区とのいかなる形の、えー、公式交流や、えー、軍事的接触もこれを直ちに停止しというふうに激怒プンプン、まあ、ここで、えー、公式交流も停止しろって言って怒ってるのを見ると、まあ、沖縄の玉城デニー知事が訪台したのを えね、この中国共産党が激おこぷん,ぷんししたたのもなんとななとく意味ががわかるような気がいたしますそして台湾の武装化を停止そして台湾独立を支持しないという約束を履行しろと言ってるんですよね。そして中国人民解放軍はこの外国勢力の介入策動に断固として粉砕すると言っていく。 かなり強い口調で言っているんですけど、まあ、これは私はねあの沖縄にもグリーンベレーいますし、まあ、いろんな部隊沖縄にいますそういったところから今後どんどんやっぱり台湾に派遣されてですね、まあ、台湾軍のさまざまなやっぱり訓練に米軍が関与していく可能性はあるんじゃないかというふうに見ております。 ヘリを使ってのまあ偵察行動、まあ、それは私一つのジャブだと思っていて、まあ、これに対して中国がどのような対抗処置に出てくるのかっていうことをあえてアメリカは見ているんじゃないかとこれに対して中国が具体的な対抗処置に出ることができなければ米軍はもっともっと深く台湾に関与していくというふうに見ております。 でまたこのアメリカの大統領選挙中国に対して非常に好意的ではないトランプ大統領が再選、はい、再びまた大統領に返り咲くことがあれば、まあ、中国にとってはかなり、まあ、肩の身の狭い思いを、ね、さらに強くするそういった状況が生まれます。まあ、そういったことを 私はあの先読みを見よし、こういったニュースをリリースしてま、中国の動きを観察してるんじゃないかなというふうに思っております。はい、しかし、これに対して沖縄のあちら界隈はシーンとしているんですけどね。不思議ですね。はい、なぜこういったことになると、だんまり決め込んでるのかな？まあ。結局自分たちに関係のないことだったらね。平和平和なんて。 よその平和なんて関係ないっていうのが彼らの本音ではないのかと思いますさて本日のメインイベントおし長きはこれでございます反戦平和は免罪違法行為にだんまりな沖縄メディアと仲間たちということで今日は皆様にお伝えをしていきたいと思っておりますさてさて 今ねネットの中ではもう大騒ぎになっているニュースがあります。ところが沖縄の西および沖縄のテレビがもう一斉にこのニュースに触れずに沈黙しているものがあるんですよね。まあ実はあの私の主催する、えー、毎週木曜日の午後10時から放送している、えー、地上波ラジオのワンヌウムイでは。 今回この記事を全文読み上げましてあの今回の石垣でのストが適法でなかったということをね多分沖縄の地上波では唯一、まあ、当番組が流すニュースではないのかなと思いますが、まあ、ストをする前には散々に持ち上げた沖縄メディアが沈黙しているのはなぜ なんでしょうねさてこれについてねちょっと記事の方から読んでみたいと思います、はい、石垣市の中山市長は14日市役所で記者会見米韓戦の石垣港に抗議して全港湾沖縄地方本部が11日から13日に石垣港で強行した全面ストライキについて 適法な手順を踏んだものではなかったとの認識を示した労働関係調整法に違反していたことがまこれによって明らかになっているんですよねさてこのあちら界隈がね、もう何かあるとすぐ法律の名前を出してきますけどこの労働関係調整法第37条 公益事業に関する事件について関係者が葬儀行為をするには少なくとも10日までに前までに労働委員会及び厚生労働大臣または都道府県知事に通知しなければならないとこれは定められていると言うんですよねところが今回この全公案は今回の首都、このようなね届け出をやって ていなかったということなんですよねそしてこの法律に違反した場合にはなんと10万円以下の罰金が規定されてるとはい定められておりますしかしねこの石垣氏がまあ、この関係機関に確認をしたところなんとねこの同法にのっとった通知の存在は確認できなかった私も県の 労働委員会のホームページを見てみましたが、はい、この全公安のストの届け出はありましたしかし今回の石垣のストの届け出ではなかったんですよねはいそして石垣市激怒プンプンいや石垣市どころではございません石垣市そしてその隣の 宮古島などでも今回のストで大きなやっぱり影響がね、まあ、出ているということでございましてもう離島の方々も怒ってない人はいないんじゃないのかというぐらいねみんな怒っています。そして石垣氏はこの県労働委員会にこの件を報告し処罰を求めた適切な対処を求めるということでございましてここ大臣処罰を求める。 すごいですねいやこれ処罰を求めるだけじゃ私足りないいと思いますよ今回のこのね違法ストーで生じたあの損害、はい、損害っていうのもねどん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 このね全、はい、公案の方にねこの特にこの執行部あのそこで働いてる組合員ではなくて執行部にねこれどんどんやっぱり請求したらどうですか 特に生鮮食料品っていうのはねこの、えー、賞味期限はい賞味期限っていうのがあるじゃないですか。それがストーすることによって2日ぐらい短くなると店頭に並べるね時間っていうのが短くなるんですよ。となると売れ残った場合も早めに廃棄しないといけなくなっちゃいますしまたねこれだけ物流が滞りますと港から出した後の配送なども本当にね 大変なことになると思いますよ今回はこの船から積み下ろしをするところでストップされていますけどその下ろしたものを今度ね島中あちらこちらに運ぶ人たちがやっぱりいるわけですよそういった人たちのところにはいもうストが終わったからこれ持ってってねっていうことで普段のね2倍3倍の荷物をドカンと出されたらこれ 運ぼうとしてはたたまったもんじゃないですよね、はい、当然ながらあのこれは過労運転になったりね時間オーバーに残業になったりしたと思いますよこういったものもね私はこの全公安の執行部にね是非がっつりとね私はこれ請求すべきだというふうに思っていますちなみに沖縄県庁の労働委員会のねホームページ見てみたんですけどこんな感じでございます。 はい、えー「葬儀予告の公表」ということで、まあ、これ沖縄県の公表なんですけど「まあ、2023年令和5年度」って書いてますけどね「はい、えー、全日本公安労働組合地方本部、えー、葬儀行為開始、えー、令和6年3月16日始業時から」なんて書いていますけどそのほかに今回の石垣のことなんかどこにも書いて なかったりすするんですよねそもそもここにあるねこの葬儀行為っていうのをクリックしてみるとこのように書いてあります。はい、2024年、えー、夏季一時均等ということでございましてもう政治的なことではなく自分たちのねこれボーナスのことでストーをすると言ってるんですよ。ですから。 今回のストっていうのはもう本当に根本的にねこれ間違っていたんじゃないかというふうにね私は思っておりますさて今回のこのストの問題点いくつか私ね挙げてみましたまずねこれ離島の沖縄県政これはね普段から沖縄県政離島に冷たいと言われてますけど今回このストをね回避するために実はこの沖縄県政が 関与していますこれ那覇港管理組合というねいわゆる港を管理するこれ県の組織なんですけどそこが今回全港湾などと話し合いをしてどうにかストを止めさせようとしたんですけど結果的に止めさせたのは沖縄本島のストだけで離島のストは緩和してしまったんですよね。 奈良港の利駅が止まると県経済に打撃というふうにコメントをしていますけどこの県経済というのは石垣や都は含まれないですかねいやね本当にこの沖縄県政特に多摩県政は離島にねあの冷たいと言いますけど今回このストをね自分たちのところは、ね、止めて離島のところは止めなかった。これって 完全な、ね、離島視にな離ににるという,ふうに、ね、私は思っていますさてこの那覇港湾管理組合のトップに私は一番の責任があると思いますけどこれですよ皆さんトップはトップもうね仕事の8割はね半吉だって言ってはばからない玉城デニー知事、まあ、離島の人たちが困ろうが何だろうが票としては大したことないから。 そんなの関係ねえっちって尻でも書いていたのかなと思いますけどあまりにもこれはひどいんじゃないかなっていうふうに私は思います。はいこれは前後と労働組合幹部のおごりというのが私はあると思います。まず彼らの発言これね番組を見てる全国の方々にこの発言どう思うか私聞いてみたい。事前通告しているので 台風よりは良心的だって言ってるんですよ。いや台風っていうの。台風と自分たちのこの半基地を理由としたストを比べるんですか。台風っていうのは、これはもう、ね、人間の力では避けることできないんですけど。ストっていうのは人間の力で避けることできるじゃないですか。ところが、今回のは、ね、通告してるから。台風よりは良心的だと。 通告はしてるけど届け出はしてないそれは知らんとどうなんでしょうか、まあ、石垣のねこの物流人々の生命線をつなぐ物流を人質にしても構わないというね明らかな離島差別離島別視が今回のこの全港湾のね、えー、組合幹部の方々の中にあるんじゃないかというふうにね私はやっぱり思っているんですよね。 はいそしてもう一つこれあ、はいえー、の「スト」対象者の見誤りということでございましてストというのはいわゆる労働葬儀なんですよね。まあ、普通労働葬儀は労働者と雇用者の問題。はい労働者と雇用者の問題なんですよ。 ところが今回この全公案は言い訳じみたことを言っていてストーをやる前に石垣市とね相談をしたというふうに言ってますけどそもそも石垣市というのは港をね管理してるだけでございまして、えー、この港の労働者の雇用者でも何でもないんですよ。それを、ね、全く関係ないところに、 あの交渉を持ちかけたと言ってね。正当化する。やり方っていうのは、これはあまりにもおかしい。そもそも石垣氏がこの公安労働者を雇ってるわけではないんで、もう,もう完全にこのストのね。対象者本来は雇用者であるべきものを石垣氏にね。あのこれを録音してしまった。この組合の浅はかさっていうのはね。本当に私は情けないなと思います。え、続きましてね。このストの。 根拠がないわけなんですよね。はい、ストの根拠がまずありません。このストというのは、もともと労働者の雇用条件、そして福利厚生が対象。まあ、確かにこのね。全考案ストの届けで出してますけど、柿ボーナスはい。夏のボーナスの、ね、ことについてのマストなんですよ。それは全然。私は構わないと思いますけど。 政治的な理由であった今回のストというのもこれは明らかにアウトそもそもこれがね以前同じようなケースで、まあ、最高裁までで争われているんですけど最高裁ではですねこういった政治的な理由でのストはねあのすよするとあちら界隈また大発狂し始めまして何を言い出してるかというとね あの自分たちこの公安労働者側は、えー、公益事業ではないなんて言い始めているんですけど石垣の、ね、人々の,あの食料医薬品そして燃料さまざまなものをです、ね、提供する人たちが、ね、公益事業者ではないいわゆるエッセンシャルワーカーではないっていうのはどうも私はこれは無理があるんじゃないのかというふうに思います。 しかしこのような重大なね案件をね沖縄のメディア八重山日報と、えー、八重山毎日以外はどこも報道しないでみんなで報道感性を敷いているようにシーンとしてるんですよ。それともう一つこれ、ね、特に石垣の方々にねよーく見てもらいたい一つの投稿がございます。島 女改め顔面狂気さんからこのストライキ即時解除要請決議に反対した石垣市議がこちらはい石垣市はこのストーをね即時解除しなさいっていう決議をしたんですけど反対したね市議がこれだけいます上から井上市議宮原市議そしてこれ私が本当に驚いたのは戸板さん戸板さんまで それから内原さん花垂れじゃない花谷さん、はい、それから長濱さん、はい、それから大道さんにタモリさんということでございましてね、はい、石垣の、ね、方々特に今回のストで大迷惑を被った方々は、ね、それをよしとしている人たちがここに眼首揃えてますんで、まあ、次の石垣市議選ではですね えー、本当に良識ある選択をねやっぱりやっていただきたい、えー、市民の生活より半吉が大事だっていうのがこの人たちですからねこんな人たちを政治家にしていいのかなっていうふうに私は正直思っておりますはいということで、えー、今日もですねあっという間に時間が来てしまいました沖縄の声いや本当にね 政治的な理由でこんなストダンクをされると、これがもしね。認められれば、今後沖縄は大変なことになっていたと思います。しかし、きちんと調べた上で、それが適法でないっていうことをね。明らかにした。石垣市、そして中山市長まことにあっぱれでございます。そして、それを一切報道せずにだんまりしている。沖縄本島のメディアって本当にメディアとしての矜持ってある。 でしょうか？私は疑念しか湧いてきません。ということで、本日の沖縄の声、これにて終了させていただきます。え、皆様、本日もお時間までお付き合いくださりましてありがとうございました。え、これからもチャンネル桜沖縄支局は沖縄のね。不都合な事実をえ皆様にお届けさせていただきます。では、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。